命の限り激しくライフゴーゴー欲望だけで正気を保つ心乱すように影楼の先で手招きしてる幻が笑う一瞬の油断さえ命取りの世界さ命の限り立ち向かうデザインもしも倒れてしまえばここは孤独なレスティングプレイス灼熱の風吹く砂嵐の中激しくライフゴーあれから半年が過ぎた。コスメ。あの後、何度かあそこに様子を見に行ったけど、ただ、土砂や瓦礫が残っているだけ。それでも、もしかして、フラット先生が帰ってくるんじゃないかと思ったけど、そんなことはなかった。やっぱり先生は、あの時に死んでしまったんだろうか。こうして、大好物だった虫団子を備えながらも、未だに信じることはできない。先生、金に汚くて底意地が悪く、おまけにいつも欲望全開、狡猾で極悪非道で残忍な人でしたけど。最後の最後は本当に立派でした。あ、でも先生、見ていてください。この小泉太鼓、関東大砂漠一の凄腕美人に、そう、砂坊主二世として頑張ってみせますから。見てください。わーい！うわー！うわーい！ついに買ってしまった！夏並みカスターオーダーメイドロケットウィッチ！使い方はわかるよな。はい。先生の借りて練習してましたから。そっか。あんまり無茶すんなよ。この不景気なご時世、これ以上お得意様が減っても困るからな。これ以上？ったく、殺してもくたばらねえと思ってたやつが、あんなにあっさりと言っちまうとは。世の中わかんねえもんだな。先生ね。あ？前に、
松並カスタム以外使わないって言ってました。よし、オッケーだ。後で調整したいところがあったら遠慮なく言ってくれ。はい。あの、ミツル、あんたいつ来たのよ。その、ヘラクレスゴルディオンカブトの散歩はもう終わったの？あの、無限屋さんが。あ？仕事って。もう、それを早く言いなさい！ごめんなさい。それじゃあ、松並さん、ありがとうございました。ああ、気をつけなよ。行くよ、ミツル。待って！あ？松並さん、私も頑張りますから、松並さんも頑張ってください。わかってるよ。うちも6人のガキどもを食わさなきゃいけねえしな。それじゃあ、何ぼさっとしてんのよ、ほら。ごめんなさい。ったく、ほんとダメだな、お前は。このどんくさいガキはミツル。先生の師匠である小出水さんが、一人では大変だろうと、私の弟子につけてくれたのだ。小出水さんの気遣いは嬉しいけれど、何をやらせても失敗ばかりだし、どんくさくって本当に使い物にならない。けど、いつか私も。そうなんだよね。でも川津一家って前に先生が。それがどうも再結成されたらしくてさ、何かと物騒だし、早めに退治してくれって商工組合からの依頼で。わかりました。この便利屋コスナにお任せください。あ、いやいや、太子ちゃんにはまだ早いから川口兄弟。いえ、ぜひとも、やらせてください。大丈夫？一応、助手はつけたみたいだけど、チラッと。大丈夫です！スノボーズのすべてのテクニックを受け継いだこのコスナ！いえ、スノボーズ2世が、必ずや川津一家をぶっ潰してみせます！熱っ。うん、とは言ったものの、こちらリク、こいつじゃ何の役にも立たないだろうし、私一人で頑張るしか。あのごめんなさい。だからどうしたの、タイコちゃん。どう、軽く飲んでかない？はい。あっ、マスター、冷たいの一杯。俺も。よー、タイコちゃん、最近どうよ。ええー、ぼちぼち。またまた、あのクソガキにコキ使われなくなってのびのびやってんでしょ。しかし、カンタのやつ、うちの店のツケそのまんまでいっちまいやって。すみません、本当なら私が。あ、タイコちゃんは別に気にしなくていいんだぜ。そんな義務もねえしさ。それに、鼻つまみ物の追い出し料だと思えば安いもんだ。ま、砂漠の妖怪だとか言われても、所詮はただの人。いや、ただのクソって落ちかやって。あ、そうそう。あっちゃんとまた子供生まれたんだって。ったく、あいつら何考えてんだか。前は散々先生に面倒な仕事を押し付けてたくせに。え、どうしました？何でもない。ごめんなさい。何でもないです。ふん。あ、この音、 7.62mm。さか、西オアシスのテリトリーだ。うるせえが何やったから。ちょっと病床に出かけただけで、なんでこんな目に。あんた、早く
しろ。俺たちが来たからには奴らには指一本触れさせねえ。ダメだ。川口三兄弟、戦ってる相手は？おい野郎、そっちの様子はどうだ？大丈夫だよ、あっちゃん。かまずいか、慌てて逃げ出し始めたよ。油断すんなよ、まだそこらにいるかもしれねえ。かまずいか。ここまでくれや。ああ、親分に叱られちまうな。そんな心配しなくても大丈夫だよだよだ、誰だ。そっちか。こっちずわ。さすがは松並カスタム、結果良ければ全てよし。大吾さん。あ、仕事中は小砂先生と呼べって言ってあるしょ。ごめんなさい。すいません。まあいっか。それより砂坊主流のやり方見せてやるか。え、ミツル、もちろんあんたも手伝うのよ。ああ、西オアシスが用心棒を雇った。はい、マシンガン使いの3人組で結構腕の立つ連中っす。いきなり不意をつかれたんでどうにもならずに。へえ。まあいいや、そのうちぶっ殺すから。おお、あの憎ったらしい砂坊主もとっくに死んじまったし、この再生ネオ河津組に逆らえる奴はどこにもいねえんだよ。はっ、さすが生まれ変わったネオ河津組の親分、どこまでも頼もしいぜ。今度はゼリーだ。ゼリーゼリー、僕のゼリーまるで生きてるみたい。うん、おいちい。って、そういえばお前ら数が足りないんじゃない？危うく騙されるところだったぜ。それが、カツミのやつが逃げ遅れまして。心配しなくてもすぐ。チャレンガー、どうした？カツミを探しに行ったら、すっぱだかに伸びてました。そんで、股間にこんな手紙が。手紙？誰からだ？それが、信じられないんですが、あの砂坊主からでさ。砂坊主だと？まさか、奴は半年前に。なんかの間違いだろう。呼んでみ。はい。背景、ネオカワズの親分さん。お前の母ちゃんデーベスを、すっごいデーベスを、どこまでもデーベスを、とんでもないデーベスを、なむ、デーベスだけ。また親分に怒った。また親分の腹立てよ。また早くせんよ。またブルーンとしたデリーを出しゃ。スナボーズ、復活したんならこれほど嬉しいことはねえぞ。今度こそ俺の手でぶっ殺してやる。お、こっちか。来ました、スナボーズです。かかってこいや。よっしゃ、全員かばえ。おー
うだ、やったか。ちょっと待ってください。風船使ったり高速で卑怯な手段の得意なやつだ。騙されんじゃねえぞ。言いました、必死で逃げてます。まさかまた風船じゃねえだろうな。いいえ、本物です。ちゃんと2本の足で走ってます。よし、逃がすな。おいおい、ですが親分、このうんこが嫌いだろうが何だろうが、これだけの人数そうやすやすと殺せっかよ。いいから俺、地の果てまで追いかけるんだ。うおして。あんたのおかげだよ。え？こうだだっぴろいと地雷ってわけにもいかないし、スナイピングしてたんじゃキリがないからね。ここまでうまくいくとは思わなかったけどね。先生から NG ワード聞いといてよかった。 NG ワード？そう、お前の母ちゃんディービソーって僕の僕の母ちゃんはデビソじゃねえ。うわ、コスナさん。バカ、コスナ先生って呼んでって言っただろう。何がスナウォーズだ、かましやがって。死ねえ。どうも。お前は…みつる…え？みつるくんは私の助手にですか？これから便利屋として独り立ちするんなら、一人じゃ厳しかろうと思ってね。でも小出水さんの大事なお子さんじゃないですか。いや、この子もいずれは便利屋になるんだ。だったら早めに修行させた方がいいからね。こう言っちゃ悪いですけど。太子ちゃんの言いたいことはわかるよ。けどね、もしかしたら太子ちゃんが危ない時に役に立つかもしれないよ。小出水さんの言ってたのはこのことだったんだ。ちょっと待って。
ママはデベソじゃねえ。よし、よくやった、ミツル。私、とんでもない爆弾を抱えちゃったのかも。後で分かったことだけど、ミツルは3歳の時に大きな精神的ショックを受けてハルク病が発症したのだという。もう、なんで師匠の私が弟子をおぶって帰んなきゃなんないのよ。それにしてもこれから先私はこの子を使いこなすことができるんだろうか。ん？夏子さん来てたんですね。おーい、うん、どうも。それでも砂坊主2世として小泉太鼓、関東一の凄腕美人を目指して頑張ります。ごめんなさい、ゴルディオンカブトを焼いて食っちゃいました。このボケが！ということで次回、雨と海、見逃したら